それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6日間開催で行われておりますミッドナイトボートレース in 大村セカンド、本日最終日を迎えました。さあ、長谷さん、はい、本日は最終日、優勝戦日となるんですが、はい、今節はミッドナイトレース初の試み、優勝戦は第11レースで行われるんですよね。いや、これもまたどうなるのか。いや、多分皆さん注目度高いんじゃないですか。そうですよね。大村さんは11でやるんだ、ちょっとどうかな、見てみようかなと思いますよね。はい。さあ、そしてその前になんですけど、昨日の準優勝戦参考レース、はい、振り返っていきたいんですが、うん、はいはいはい、まずは第9レースですね。はい。はい、ここは西村選手予選トップ通過だったんですけれども、はい、もうすんなり西村選手はすんなり持ちきって、ね、ああ、もう安泰のインギでしたね、うん、ただここは G 争いが大接戦でしたね、うん、なんかそうでしたね。6号艇の浜本選手がいいとこ来て、おお、マジで本当かと思うぐらい、そうでしたね、大接戦だったけど、まあ、結果的には西村選手の1着の後は2着は山田哲司選手、はい、うん、でも浜本選手が3着に絡んだと。そうでしたね。さあ、そして10レース首位争いですね。エース機の中村拓夢選手がお好きらない、刺された杉山選手が刺した。ただ2マークでは中村拓夢選手差し返してホームで捕まえた、逆転勝利でも、結果的にはこの87キーのワンツー決着だったんですよね。そうですね、はい、そして11レース、ここは、寺本選手1号艇登場したんですが、はい、しっかり押し切ってた、出足が良かったですね、押し切りましたね。ただ2着北村誠二選手がいいとこついてきた。びっくりしましたね。いや、というかもうなんか出てないんですよ、うん、気力的には劣勢っていうのが、ね、でもうまいとこ入って、いや、なんもう正直もう勝負強いなってしか言えない。もうあの、そうですね、正直言ってもうか自分では変えない、でも大村5連続優勝、大村の相性いいですよね。でも北村選手はね、周りから言われたらし、周りからよくこんな足で乗ってきましたね、優勝戦にって言われたらし、そうなんですね、本人も奇跡ですよって。もうそれくらい足は劣勢ですが、いやいや、でも乗ってくるって素晴らしいよね。さすがですね。さあ、結果を見ると全て、まあ、1号艇の勝利とはなりましたね、はい、はい、さあ、それでは早速本日第11レースで行われる優勝戦メンバーをご覧いただきましょう。さあ、本日の優勝戦、ご覧の6選手で争われます。フライング出遅れ持ちはいません。そして長谷さんにモーター評価いただきました、はい、もう正直言ってですね、はい、北村選手が劣勢です、うん、とにかく弱い、うん、普通はないと思います、でもこの北村選手除く5人はレベルが高いけど、その中でも西村選手は伸びがいいですね、はい、伸び方、うん、ちょっとターン周りはね、もう少し欲しいけど、まあ、許容範囲内ではあるとは言ってましたね。バランスが取れた足は3号艇中村拓夢選手、うん、エース19号機ですからですね。あの3日目あたりぐらいからちょっと全体的に良くなったなって気がする、うん、本人はね、まあ、このエンジンで優勝できたことホッとはしてるけど、はい、正直言うとね、エース機と言われるともうちょっとなんか自分が乗りこなしたいって、あ、そうですね、自分がうまく乗りこなせればもっとね、うん、グッと押すのかもしれませんと言ってるけど、あ、なるほど、けど全然足はいい、うん、ですよね、うん、あとは寺本選手はこれはもう出足は本当にいいと、うんうん、ただ伸びはね目立たない、うん、普通ぐらいと思う、4号艇杉山選手は今節伸び方も1回試したけど、やっぱり伸びは来ないって、うん、いいのは出足って言ってましたね。なるほど。基本的にはスロー向きの足のような気がするとは言ったけど、今日4号艇なんだよね、そうは言ってられませんけどね、はい、山崎哲司選手は行き足がいいんだって、スタートして伸びるとかはないけど、道中の行き足がいいというようなことを言ってました、でも彼のエンジンもこう大したことないんですけどね、そうですね、でもそれを思えばしっかり出てる。ただね、回り足に関しては波がないところならいいけど、あるところに走るとちょっと怖さがあるんで、ちょっとその辺がね気になると言った。なるほど。けどね、キレキを思えばよく出てる。うんですね。いや、だから本当北村選手が本当ね、普通あるかないかって感じはないと思うんですよね。だから3点。でも残りは
結構まあ中堅より上は十分にあるってこういうとこ。なるほど。でも足でこの中でランクつけるのは西村選手と中村選手がいいよってことですね。わかりました、はい。さあまずは優勝戦メンバーと記録評価ご覧いただきました。それでは続いて第11レース優勝戦の展開予想です。そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ第11レース優勝戦、まずは見どころです。11レースで行われる優勝戦は大村イン11連勝中の西村拓也が主役と挙げていただきました。さあ注目11レースですからね何か数字かけることないかなと思って西村選手大村イン11連勝中でございましたので、ね、素晴らしいですね。持ってきました。なんか新入ね枠なりですよ、うん。あのね、山崎哲司選手も聞いても毎月ありませんって言ってましたしね、6号艇北山選手もまあ6号艇だから6コースでしょうねってことでした。あ、なるほど。これ皆さんあと一つ気づくことがありますか、はい、実はね1号艇西村選手、はい、6号艇北村選手以外の2345ってね、はい、うん、87期同期なんですよね。これすごいですよね。すごいよね、うん。まあ準優でまず最初ね9レース山崎哲司選手がね2着乗ってきて、はい、その後10レースで中村武尊選手と杉山選手が乗ってきて、うん、で11レースは寺山選手が勝ったと、まあ皆さん別に87期仲いいけどレースだったら関係ないですからね。そうですよ。もうレースもうバチバチですからね。そこはもう全然もうみんなバチバチよ、はい。ただあ優勝戦4人乗ったね、いいねっていうのはあるけどね。そうですよね。さあでもやっぱり西村選手はインがしっかりスタートも行きますからね。うん、データで見てもインは11連勝もしてますからね。とにかくね2010年以降で調べてみても大村ってもう35走連続3連対、1着31回。おで彼今節行ったんですよ。今節はもうナンバーワンになることを目指して走ってますから。うん、だから最後は僕はナンバーワンになります。さあ今年初優勝を目指して頑張っていただきましょう、はい。正直言ってね、うん、6番の北村選手が出てないって言ってたでしょ、はい。2345誰にもチャンスがあるの G ハウスに関しては。なるほど、うん。ただ対抗したのはやっぱりエース機中村武尊選手、はい。というのも寺本選手は出足はいいんだけど伸びは普通、うん、はい。バランスが取れていい足は中村選手ですか、でスタートもセンターは行きますから、はい、寺本選手が刺せば握っていくし、うん、まあ、もしかしたら幕出しもあるかもしれないし、はい、一番攻めやすいところにいるのは中村選手かと思って対抗しました、うん。ただ今言ったように寺本選手は出足が抜群、本人は出足は特化クラスと思って、はい、だから2コースがうまく刺して通走したいですね、うん。杉山選手はね昨日の順位やっぱり2コース向きだったんだってスロー向き、うん、でも今日は4コースなんで、はい、ただ伸び求めても来ないと思うので出足を生かした調整をしたいと言ってましたね、うん。なるほど。でも杉山選手もレースうまいからね、うん、ですね。あとね山崎哲司選手はね、はい、彼は行き足がいいし、うん、平均スタートから早いんですよ、で今世に関しても言ってたスタート丸見えです。お確か前優勝した深川慎二選手が言ってたな、そんなことを覚えてながらね言ってましたね。見えすぎちゃって困るのっていうぐらいだね、分かんないよねスタート丸見えらしいよ。そうなんです、ね。だからこの5コースでもちょっと気になる。でも5が攻めればもちろん北山選手もあるかもしれないんだけどね、はい。買い目迷ったんですよ。1312から3着ダラダラ買おうかなと思ったけど、いや違うぞ、やっぱり5もね2着とか気になるし、3が攻めればその4と5の2着っていうのもあるんでね、うん。じゃあ軸はやっぱり足を考えて3にしようと、はい、うんうん。中村選手の2着集めでも3着も一応抑えるフォーカスで2、4、5を絡めるフォーカスの6点、はい、で行こうと思います。はい。境目は1番の頭から3番を軸に2番4番5番の2、3着折り返しを上げていただいております。この辺り1、5あたりが来ると少し良くなりそうな気はしますけど ね、はい。もうここ逆転などはなし。今節の、ね、走り見てると、うん、西村選手本当にいいのだからちょっと、ね、逆転目っていうのは考えづらい、うん。ただもう87時間も束になってね、おっしゃ西拓待ってろよっていうのがあるかもしれないけどね。そうですよね。ただ西村選手を受け止める足は十分にあると思うので狙い目なしです。はい、わかりました。さあね西村選手、ここは西村一択なるか。なる、もう一択でいきましょうね、はい、はい。
さあということで第11レース優勝戦このように展開予想いただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。さあ長谷さんは本日もですね、はい、はい、最終日も頑張りますよ。はい、ピット解説に登場していただきます。また直前情報などもね、はい、このピット解説で予想を参考にさせていただければと思います。ということで本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。